なんかやばいやついるぞ。レイギエナ。はい、どうもみさこんにちは、タイオンです。今日もモンスターハンターワールド続きからやっていきましょう。で、今回は、気球を飛ばして正気の谷、最下層に向かうといったところで、最下層なんでね、何かしら強いやついるんじゃないかなと思いますんで、気をつけてね、行きたいなと思います。なんか欲しいのあるかな？爆弾とか欲しいかな？いや、いっか。回復も多分あっちでキノコあるでしょう、おそらく。よし。行きましょう。もちろんだ。お、来ましたね。いい眺めですね。いや、これいい眺めなのか？正気の谷の底ってどんなところなんですか？わからない。見つけた事実は積み重なるけど、天井の真実にはまだ届かない。ほう。マグダラオスはどうしてそんな場所を目指しているんだろう。この世には知りたいことが多いわね。私も知りたいこと、食べたいものだらけです。降りましょう。はい。痕跡あった？だけど、暴れてるぞ。やっぱり。なんかやばいやついるぞ。レイギエナ。なんかやばそう。レイギエナ。あいつを倒すってこと？
レイギエナね。慎重に行きましょう。いや絶対強いでしょあんなの。任務。華麗なるハンターレイギエナ。行きましょう。ここはご飯食べるとこはないのかな？この下ご飯食べれる？あ、いけるか。行きましょう。いやー絶対強いよなあいつ。なんか見た目ね、レイヤーとかレウスっぽい感じですもんね。ひょっ、まずアイテムは少々取りながら行きましょうか。あとは痕跡を見つけつつ、行きましょうか。ん？ここ何かある？ん？いるじゃん。いるー。いやー、こいつやばいな。なんか氷のブレスみたいなの入ってくる。よっと。ほい。これなんだろう。痛い。はい。痛い。ちょっとまずいぞ。よっと。氷属性やられか。よっと。ほい。ほいよ。ほい。ほい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 。ほい。はい。よっと。よっと。痛い。回復。うん、危ないな。よっ。ほい。ほい。
よっと。ほい。よっと。一旦研いでおいて。で、こっちかな？いますね。よし。ほい。あ、食事忘れてるのか。スタミナないなと思ったら。ほい。痛いー。打ち消しのみ。あれ。ほっ。よし。ちょっと待て。これで回復。回復させて。よし。で、食料食べて。もう一丁。よし、これでオッケー。痛いー。ほい。ほい。いやー。くぅ。よっ。やばい。よっと。よっと。ほい。はい。はい。よし。いいぞ。はい。ほい。なんだなんだ。よっと。ほい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 。ナイス。なんだ。砥石で研いで。よし。で、食料食べて。
向こうに行ったか。お、ほい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 、ここにいるのか、この上か。あれ、いたいたいた、いきなりかい。ん、ほ、なんなんだ、一体上に行ったり下に行ったり、忙しいやつだ。どんだけ移動すんの。痛い、それは強い。ちょっと、ほい、ほい、やった。よしよし、ほい、痛い、はっ、よし、ほいほい、はい、痛い、よっと、ほっ、ん、こっちに行った、よっと、だいぶ高いな。あ、いたいたいた、おお、痛い、よっと、よっと、いや聞いてないんか今の。ちょっと待って、
やきついな。いやー、痛い痛い痛い。ちょっと待って、危ない危ない。よっと、ちょっと待って。はい。ほっ。いや、きつい。いやー、きついなー、体力がまずい。痛い。よし、ほい、はい、ほい、はい、よーし、ナイスー。いやー、これ武器の属性もちょっと相性が悪かったんでしょうね。こいつ氷だからあんまり水属性とか効かないんだろうな。いやはや、いやはや、めちゃくちゃ時間かかってしまった。お、こっちにもあるぞ。よっよっよっ。なかなか強かったな。欲膜、ほう。よし。お、これでやっと下まで行けるよってことか。準備してから機団長さんと話しましょうか。うむ。オッケー。ちょっと待って。
いやー、なかなかの戦闘だったな。ちょっと5個ぐらい取り出して、こっちも5個ぐらい取り出しとこう。一応持っておいて、こんがり肉欲しいかな。元気ドリンクとかもあるんだ。うん、はい。まあ、てなわけでですね、今回はなんだっけレイギノスだっけ。あれ今何倒した、もう何倒したか覚えてないんだけど、ちょっと待って。あれ、違う。レイギエナ、これだ。はい。今回はレイギエナっていうね、氷のブレスを吐いてくる敵と戦ったわけなんですけども、まあ、次回はですね、まあ、気球を飛ばして、改めて正気の最下層に向かうといったところで、まあ、次回もね、気を引き締めていこうかなと思います。で、あとですね、だんだん防具とか、まあ、武器もね、まあ、敵によってはもうちょっとね、属性とか使い分ける必要も出てくるかもしれないので、まあ、今ね、これ水属性の武器なんですけども、まあそれをね、まあ無属性なりとか、まああと毒とかね、まあ別のやつに変えて、まあ行った方がいい時もあるかもしれないので、まあそこら辺もね、後々厳選していけたらなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方に丸いアイコンの方がありますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。また動画の左下、右下の方に動画の再生リスト、動画の方がありますので、そちらの方もご視聴いただけたら大変嬉しいです。それでは皆さん、またねー。